はいこんにちは大竹誠です今日は10月の4日金曜日今日のパートナーはごきげんよう田光ですはい私の横には大竹でやきですよろしくお願いしますはいそして金曜日ははい青木様ですよろしくお願いしますはい,いえっとまた暑くなったなんか三九点三ですね。 まあ俺はおじいちゃんだからあんまりも関係ない、あんまり涼しくなったって頭の中のイメージの中で過ごしているから今日が暑いとか言われてもそんなことや暑いですよ、昨日とか一昨日くらいは夜、ちょっと外出てたんですけど、涼涼ししかかっったたねねです T シャツ一枚だと肌寒いくらいですけど、は歩いたら足場いますね。そうですかはい ダンミスさんは暑いと思ってる涼しいと思ってるどっち今日はここ最近寒いです<笑><笑>やめなさいお前の言い方 <laughs> 寒いっすかなんかみんな夏日だとか、うん、アイスターとかやってるけど、うんうんうん うん、寒い寒いですか。うん、ああ、それは何ですか。気温じゃなくて心の方ですか。なんかもう全体的なんですよ、ね、全体的なんですよね。うん。マル <laughs>、うん、っと寒い。うん、ああそうですか。でも秋にはね、まあいろんな花を咲いてますよね。うん、あちこち、うん。あちこち咲いてる。ま、うん。私はまあ話したから、ね、もう話したかないかをよく覚えてる。あまあ話したな。ちょっと無根元の花が気持ちいいみたいな。 咲いててね。見てるとねうう。はい、私はそんな話をしました。見上げるとか、うん、こう見下ろすとかで、綺麗なものを見てじっとしてると。やっぱほっとはしますよね。あ、そうですか。あの、ああ、もうちょっと驚いた、もう綺麗なものを見てると。 でじっとしてると、うん、まあ、その、まあ、あの、固まってっちゃうみたいなこと言うのかと思ったら。<laughs> いや、ね、<laughs> でも、その根底ですよ、本当、その根底,根底には、みんなね、うん、土に帰りたい。うんうんうん 土に帰りたい。はい。結果土に帰りたいあ。ありがとうございます。あ踏み込むんじゃなかったそこの話に。<laughs> <laughs> まあでもね土に帰りたいっていう欲望あるかもしれないね人はね。はい <laughs>。どうってどうせ帰るでしょう、まあ。そうですよどうせ帰る骨も何もかもみんな土に帰りますからね。ね<ー>はい。まあでもで、うん、ね若干金っぽくなってきてもう、まあ、花もそうだしね。うん、はい。うん。食い物も僕はだからサンマに続いて。はい。何食べました？栗ご飯食いました。うん ちゃんと先取りしたますよね。旬のもの誰が作ったの?。僕が作りましたよ。<laughs> え、それは何。え、自分で作ったんですか。かりましあの、生の栗買ってきてたの。先日ちょっと、うん、あのー、うん、某温泉に、うんはい、あのー。 西洋にに行きそのにあの帰りいわゆる道の駅、はい、僕大好きなんですけど、まあうん、多分毎度行ってると思うんですけど道の駅の地元の農産物を、うん、もうびっくりするぐらい安く売ってるじゃないですか。うん、えっと同居しているあのおばさんと2人で。<laughs> なんでそんなびっくりするんですか?。なんでそんなにびっくりするんですか別に。たんだ、それは。そこは、ここら辺はちょっと、プライベートだから。いそうなんです。この辺は線引いとかないと。ビカビカのチャンネルと行ったとか。いやいや、いやいや、いや、いわかんない、そこは。そんな、わかんない。わかんない。そこは、分野かい。余計広がってんじゃないか。そういう話をしてんじゃないんです。で、道の駅行ったら、あの、栗が。 ちょっと小さいんですけどの本当にどれくらいだろうなちっちゃなハンドボールのボールくらいの袋にバンと入ってていいくくららっったた安かんんでですすよ円だねこれはやっぱりと思って買ってって大変なのは分かってるんですけれどちゃんと一晩水につけてその後一回熱湯につけて皮を柔らかくして。 一個一個剥いて、で、その後、こう、鬼側っていうんですか、あの渋皮も。あのナイフで剥いて、本当ね、半日くらいかかって。それで、炊き込みご飯、栗ご飯を作って、食べました。美味しかったです。か美味しいですよね。美味しい。贅沢ですね。五百円の贅沢ですからね。まあ、まあ、でもね。 松茸売ってんの見ながら栗ご飯って思えばね、<laughs> そんな贅沢でもないですか、ね。<laughs> あ、ヒエラルキー的にはちょっと松茸の方が高いですね。すねいやそうですよ。だからこれこの間話したと思うんですけど、その同じ道の駅で、うんうん、その地元産の松茸売ってて、ああ松茸もいいなと思ってみたら。 一本八千円とか九千円だったのですごいですね。高いんですね。これはちょっとと思ったんですけど、はい、栗だったら四五百円なんで、うん、な栗ご飯を食べました。次は何いきます？うんうん、秋の味覚。なんなんですかねでもいろいろ出てくるんじゃないですかそろそろ柿も美味しくなってくるだろうしね。柿なしブドウ。ダ、うん、ミさんはまだ栗食べてないんですか？ 甘栗はまは季節のもんじゃないじゃないで陽の節句で月日、うんうん、で、うんうん、なんか。うん 何かするんだっけって思ったら菊を食べたり菊酒を飲んだり菊枕をしたりとかっていうので長寿を願うってでも別にまあ長寿願わなくてもいいやって思ったら栗を食べる習慣もあるって言うんで甘栗買ってたってまあでも旬の栗じゃないなまあ手早く済ませた感じです中国産の一袋百円ぐらいのやつはい。 でもあの菊の菊のあの花びらっていうんですか食用菊のね花びらって僕あの田舎長のであの辺であまり食わなかったんだけど新潟とか山形とかあの辺では秋田も食べますよね美味しいのねあ本当なめこと合わせると美味しいのまああれ秋田では何んて言うんですか食用菊のことを菊菊って言うんですかあれ山形あたりでもってのほかって言うんですよねどうして あのね、いろんな説があるらしいんだけど、うん、でもあの聞くって一応皇室の象徴じゃないですかだからそんなものを食べるのはもってのほかだって言いながら、うん、<laughs> 食べるっていう言い伝えがあるっていう話を僕、うん、あ,あの。 聞いたことありますけど山形はもってのほかとか<れ>山形だけなのかなそういう風うに行ったりとかする地域もありますよね。へーあ、うん、だからその黄色い菊じゃなくて紫っぽいやつをあえて選ぶっていう,、うんううん、黄色い菊は避けてそのとうときやんごとなきものだからみたいなそういう風習もあるっちゃある。うん、そうですよね、うん、あれもあれもだから美味しいですよね、うん、秋夏秋秋にないや菊美味しい あのね別に菊の味がそれほどするわけじゃないんだけど菊だけでいけないですよねなかなかあんまりい。だって天ぷらみたいにしなガツガツいけないですよねそんなバクバク食えない小鉢にちょっとでいいかな天ぷらっていうよりはさっと湯がいてポン酢おひたしですね少し甘酸っぱいみたいな味付けにして李先輩さあのなんだっけ日本で一番 誰もがむせるポン酢って知ってる知らないよなんでそんなのあるの <laughs> すんごいポン酢なんか競技みたいなうん、うんうん 狂気みたいなポン酢が存在するんですって辛いんじゃなくて酸っぱいとすんごい酸っぱいんだってポン酢じゃなくてお酢じゃねえかそれそのそのポン酢を使って白滝を吸い込むと必ずもう一回出てくるっていうぐらいの酸っぱさなんだって君は食べたことあるのそれそうじゃないの見たことしかないんですよ食べたい口に入れたらどうなるかなって入れたいの私は 微妙だから李先輩が罰ゲーム的な感じでやる。いや今の話で思い出したんですけど、まあ、うんうん、どうでもいい僕の子供の頃の話なんですけど、あの僕田舎長男じゃないですか。はい。 長野って言えばまあ青森と並んでリンゴが名物じゃないですか、うん、で僕の母親があの僕が小さい頃このりんごのジュースが大好きでで近所のりんご農園の人からあの出荷できなかったようなちょっと形が崩れたりとか虫食われちゃったりとかっていうりんごもらってきてでそれ こうあのす吸って絞って、はいうん、リンゴジュースを作ってくれたんですよ。で、で,でそのリンゴジューそうそう100%で、うん、濃縮果汁還元でもない、うん、本当に100%のリンゴジュースなんだけど、うんうん、それをね僕の母親はその,あのオスのね一生瓶 昔お酢って一升瓶とかに入ってたそれを使い終わったやつを洗ったりとかしてそこにリンゴジュースを入れて再利用してる再利用してるで台所にボンと置いてあったんですよ僕それ夜中とか起きて喉乾いたりするとリンゴジュースを飲むんだけどまあ男の子でバカだからラッパ飲みしてたんですよガブ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 と直で行きたい直で行きたい直で行いきたい直でいきたいで行きで ある日の夜の台所に夜中に行ってあの音乾いたなと思って水でもいいんだけどちょっとジュース飲みたいなと思ってその台所のこののてうんですかそ戸棚をガチャッと開けてあ終わったあったって言ってパンと開けてガブガブって飲んだら巣だったって。 その先は俺酒だったっていう想像したんだけどいやいやだったんですだだからまさにミスさんおっしるりもう最初ごくごくくらいまで飲んじゃってそこで気が付いて「あ違う!」と思ってバーってなって台所中に酢をまき散らして次の日母親にもめったくそに怒られましたね。 ちょっとだったら匂い消しになったり髪がサラサラになったりする効果があるんですけど大量の酢は狂気でしかないですからねあれ酢って不思議で料理も本当にその一滴か二滴酢を入れると味がこうキュッとしまってだか酢ってのは素晴らしいと思うんですけど体にもいいしだけどね一升瓶で一気に飲むとねむせますえっとねさっきの言ってたやつね 博多ポン酢って言うんだってへえー、そんなのがあるなみんなすごいそれを好んで使ってる人がいるってことだね、うん、酸っぱすぎてみんな白滝一回戻しちゃうんだって、うん、あポン酢としていかがなものかっていう感じしますけどねでも李、うん、先輩の一回含んで戻すっていうそのなんか、うんうん <laughs> その往年の往年のギャグみたいなやつ見てみたいな <laughs> ギャグでやったわけじゃないんですよ母親にえらい怒られたんですからもうですよね、えー、吹き出したすって結構処理大変ですよね、うんうん、そうそうそう,そうもうふお前が吹けって言われてすごい怒られたんですか拭、うん、いても拭いても残るんだな<う>あの匂いこの番組にね先ほどといにね、えー、栗とシャインマスカットが届いたのね 栗はねそうだなみんなリスナーの人からあえて名前はみたいなことだねいただいてでまあそうだな俺も1415粒かなもらって帰ってちゃんとあのあれですか生の栗それはねうちはねすぐ食べるどうするって茹でましょうっててああそれが一番のでてあの まあもう二人とも年寄りだから、うん、じゃあ渋皮むいてどうのこうの面倒くさいから真ん中から縦に割ってスプーンでけほ,じほじってくっていうまあちょっと簡単な食い方しましたけどこれはむせそうですねちょっと頑張ったらそうなんだよ、ね、ち,ょちょっとねあのねうまく取れたときはいいけどね端っこの渋皮のとこねこそいで食べるとね粉っぽくなるね。ってなるんです <laughs>、うん、世の中むせる食べ物増えません いや知らないでとっぱ年取ったのかな年取ったんですよあの要するにこう肺の方に行くやつとだからご縁ですよご縁ご縁がやっぱりね僕もだって寝てて突然むせることありますもん情けないけどありません大竹さん寝ててますけどいや寝ててはないな俺は寝てて上向いて寝ててなんか突然なんかつばつばがなんか気管支炎みたいになってわあみたいになってだって そうありますよね変なとこ入っちゃったみたいなだってこの多分四人プラスルーマサ先生入れたら多分ここ一週間で一回もむせてないって言える人いないと思うんですどうですか太田さん何かでむせましたけ私は今のところむせてないですねむせてない人いるじゃないですかちゃんと本当ですかえ飯食っててなんかちょっとちょっとなんか変なところに行っちゃうみたいなそれはないですね今えずるい ええ俺,俺は俺もまあ,あそんなにはむせないな栗ぐらいいや栗も別にむ,むせはしなかったよその時もね、うん、あんまりそう,そうだなすいません体験がなくて <laughs> むせる体験あんまりなくて <laughs> でもほ <laughs>、うんとにお年召した方で。うんうんうん

あ,あ、そうね。のりのりみたいに張り付いちゃうのね。そうなんですよ。ああ狂気ですね。うん、まあね。ちょっと食い方気をつければいいだけの話だと思うけどね。その通りですよ。その通り。ああ秋の花のむく毛から花の話をしようかなと思ったら、ああだいたいこだいたいこうなるかっていう話になってきたね。あむせるやつああ。そうや。俺はそんなむせる話したいわけじゃなかったのね。まあ、あ,あでもまあでもだいたい,、まあ、いやだから。 花が綺麗だとかなんとかなんて言うようになったっていうのは僕もそうですけど年を取っってだって子供の頃なんて花のことなんて考えたこともなかったでしょう考えたこともないねそれがんか「むくげがどう?」とかね言うようになるんですから花人に送るなんてね若い時は信じられなかったもんね全然嬉しくなかったもらってもそうなのバラの花とかいっぱいもらったりとかしたら嬉しいんじゃないの 行けましょうよ花瓶か何か何にこれ外してさ花瓶に買ってきて花瓶買ってきてきなかったらね、うん、入れてしばらくめでて、うん、水替えて、うん、それでしばらく同居して、うん、でなんか嫁行くばくもなくなったら処分して、うん、さよならして寂しい思いするの私じゃんと思ってそこまで一セットよ。 でも,しましょうもう枯らさなきゃいいじゃないかも必死で,しないでしょそれでプリザーブフラワーとかもらうじゃないですかで枯れない花じっと見てるじゃないですか自分はオイルでしょ、うんうん、どうすんのこれ <laughs> 北多郎さんがねあの花うちに買って帰ってね、はい、あそれ、あのー、生の花じゃなかったって奥さんに言われてすごい奥さんに怒られてね、うん きたらその生の花と、うん、あの増増加と,と,と区別つかなかった。<今> <laughs> やっぱね今ね増加もや、ね、よくできてる。あむせてる。<laughs> ナイスむせ、うん、ナイスむせ、うん、ナイスムセってなんだよ。うん、えあの、うん、いわゆる増加ですかあの。 なんすか、ドライフラワーみたいなやつじゃなくて、本当の、本当の、あの、トイレによく置いてあるじゃない。ああ、ちょっと埃かぶってる。いや、いや、だけど、まあ、そんなんじゃないんだろうけども、そういう。そっくりさん買ってきちゃった。そっくりさん買ってきてね。ああ、奥さんに怒られた。でもあるでしょ、それであのミイラみたいなドライフラワー、バージョンもあるじゃないですか。ミイラ、まあ、カッサカサなやつ。ああ。で、ポプリもあるじゃない。ですかカッサカサのはさ、あれをね。 あれ何あれあんまり俺綺麗だと思わないんだけどうど,どうあのよくなんかね全体的に茶色くて茶色くなっててバラかなんかさねはさん、ね、あ,あ,あれはあ,あんまりあああいいなってあ,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 あれはねどちらかといろんな説があるんですけどああ一応私が習ったのはどちらかというと、うん、あの形、うん、とかその、うん、お花としてめでるものではなく、うんうん あのフレグランス、ルームフレグランス。防臭作用として、ドライフラワーって使われやすいんですよね。へえ<ー>。いい匂い、そこから。うん、あ,あ、そうなの。うん。匂いはずっと消えないの、それ。そう、ドライフラワーにあえて、芳香剤をつけて、防臭にするっていう人もいるあ。あ、だ、芳香剤。インテリア兼ね。あ,あ、そうなの。まあ、でも、逆さにしたミイラにしか見えないけどね。<laughs> でもあのドライフラワーってあのほたまるじゃないですか。たまるんですねあれがちょっとね掃除本当にこうね細かめにこう掃除する人はいいけど、なんかちょっとドライフラワーやっとなんか部屋の片隅にぶら下げといてしばらく経つとなんかほだらけになってるよみたいなこともあるからね。だから私も逆さにされたらきっとそうなるんだろうな。そんなこと言ってないですよ一言も。今言ったじゃん。言ってないです。言ってなにして吊るすって今言わないでくださ誰が断りまにした吊るす。 なぜ <laughs> がダンビスさんを逆さまにしてするんですか。それ別のれ別の話じゃないですか。<laughs> はい、はい。いい先輩激しい。<laughs> ういうね激しいね。どういう話になってんだかね。はいはい太田さん。はい。うん、えー、まず朝日新聞の一面トップ記事です、えー。裏金議員を原則公認へ。ねうん、総理比例重複も容認とあります。うんうん 石破ゲ総理は派閥の裏金事件で処分を受けた議員らについて次期衆院選で原則公認する方針を固めました、はい、都道府県連の申請を受けて公認していく考えで小選挙区の公認候補は比例代表との重複立候補も認めるということです、うん、総理は6日にも事件の中心だった安倍派幹部から上安倍派幹部らから状況を聞くことを検討しているという記事なんですが、うんうんうん 総総理は9日日日日に衆議院ををを解散し15日公示27日投開票の日程でで選挙を行う意向を表明済みです一方、公認問題については総裁選の中でふさわしい候補者か党として責任を持たなければならないとし公認しない可能性も示唆していましたところが総裁就任後は連立を組む公明党からの要請もあり最速日程での衆議院選挙を決断 公認手続きを急ぐ中裏金議員は非公認とした上で新たな候補を擁立する時間的余裕はなく妥協する方向へ傾いたようだ党は4月政治資金収支報告書への不記載があった39人を処分うち34人が8段階中4番目の選挙における非公認より軽い処分だったこうした経緯から公認問題を蒸し返すことに反対する声が党内に根強くあり首相が押し切られた面もあるということです。 どうですか青木さん、これこれはねいろんな説がどうもあったみたいでさすがに時間的な今、ね太田さんがおっしゃってくださったように時間的制約もあるのでその公認はするけれども比例重複は認めないとこれって1つの理屈ではあって要するに小選挙区で勝ち上がってくればその少なくともその選挙区の民意としてはその人はふさわしいという判断をしたということになる。で その比例でね重複でこう救われるような小選挙区で負けてるのにこう救われるようなことはこれはその民意の負託を受けてないっていうことでそういうのはご退場願おうっていうのは一つの理屈ではあったんだけどどうも見てるとそれもやらないっていうことのようですよねだから最初はだから厳しくもう少し考えるんだっていうことをおっしゃっていてだから例えばこれ先週ねあの金子勝さんがおっしゃってたのは例えばですよこれは。 あのいわゆる五人衆とかって言われた安倍派の五人を例えば厳しい処分を改めて出して除名するなり、うん、非公認にするなりとかして、うんうん、裏金問題と決別するんだってやったら、うんうん、こう石破政権っていうのに対する評価っていうのはまた変わるんじゃないかってあの金子先生おっしゃっててそれは一つの考えだと思うんですけれどもただ結果として。 その石破さんっていう人が、なぜこう世論調査で、ずっと自民党の総裁になってほしいっていう指示が高かったかって言えば、まあ要するにずっと党内野党でね。こう正論問題点、政権に対する問題点をこうある意味、正論をちゃんと唱えてたからですよね。で、その正論を唱えてたことに対する期待がこう。石破さん、支持ってものに繋がっていたしで、それが。 石破さんだから刷新感が出せるだろうということで自民党は今回ね最後の最後で石破さんを担いだわけだけど、はい、まあそもそもねこう予算委員会も開いてきちんと討論した上で民意、うん、を問うって言ってたのがもうねそれもやらずに交代したし、うんうん、そからその裏金議員もこれ公認して比例重複も認めるってなってくると、うんうん、やっぱり石破さん確かに党内基盤がないので苦しいのは分かるけれど、うん。 相内野党だから言えたけど結局政権につくとこうなっちゃうのっていうがっかり感が広がって選挙ではどういうふうな結果になるのかっていうのが微妙な状況になるんじゃないかなっていう気はしますけれども<ー>、うん、いやでも最初はさねまあいろんなことを言ってたわけだよ。うん、それが今、うん、あのね、えー、比例代表の重複してても当選すればまで。うんうんうん かんない,いろんなことがあって、まあ、どんどん垣根がなくなってきちゃったんですよね。うんうん、ですよね。そこで俺思うんだけどさ、うん、まあ総理は総裁はさそう言ってこう総裁になったわけだよね、うんうんえ。だけども総裁になったのに言ってることが、うんうん、やろうとしてることが、うんうん、まあその,、まあ、その重複立候補まで 比例代表で交代したとこれさどういういことなんだだって総裁だよねえまあだから私はこう思うとこういうことをやりたいと言ってそれをみんながねえこう。 指示したんですよ、まあ、カンカンガクガクやるべき話じゃないですか、うん、少なくとも、うん、なぜ重複までこの話がこうなったかっていうことが大きな問題なわけよ。ねよね、こ,この話がここまで後退する理由、うんうん、ねそれはだからお友達がいないとか、うん、そんなことじゃないじゃないだって本来ははねこれだって。 そ,うこうそのなんていうの問題提起してそれをやろうとしてるわけじゃない、うんうん、だからあの党の中の人もこれを応援したわけじゃない、うんうん、でだけどもこう今さ、まあ、だからそのどういう党内の事情があってこうなったのか俺たちには分かんないけど、うん、ここをちゃんとはっきりしてほしいなとそのね 長老たちの意見なのかそれとも安倍派のねこれの、うん、なんていうのかな俺たちどうすんだっていう突き上げなのかさ分かんないけどさ、まあ、ここを言ってほしいんだよねだからあれでしょう、うん、まあ僕は政治記者じゃないんですけど、うんうん、石破さんの進むべき方向とおそらく2つしかなくて一、うんうん、つは。うん あの政権基盤がまあその石破さんのそれは弱点でもあるんでしょうけれども非常にその党内で石破さんを本当に慕う人たちというのは少ないましてや派閥の足場は一切ないまあ一切というか基本的にないで安倍派あたりはこう何ていうか遺恨を持ちながら俺たちどうするんだと思ってるわけですよねその時に一つは例えばこの手法が良かったかどうかは別として小泉純一郎さんみたいに党内よりもそのまあ,ある意味でこう世論に訴えていくつまり 自民党をぶっ壊すんだって言って郵政民営化で資格を送り込んでっていうようなことまでやったわけですよねでそれで民意は熱狂的に支持したその方法が良かったかどうかは別として石田さんがそっちに振り切ってやっぱり裏金問題は駄目なんだとだから裏金議員はもうわが党は購入しないって言ってそこに例えば資格を送り込むとかいうようなことをやればある意味で民意の支持ってのはわっとくるだろうけれどもでもそれを やるためには確かにさっき太田さんおっしゃったように例えば公認候補新しく探すとか時間的余裕がなくちゃいけないわけなんだけどでもそれもいやいやだからさ公認候補公認するかどうかはさ選挙するんだからそこはまあいいじゃんだけど重複ってなったら話全然違うじゃんだって名簿があって名簿の順位でどんどん比例でゾンビみたいに復活するわけじゃない だから最低限さんそうですだからもう一つの方法としては党内基盤弱くてそれでなんとか自民党を少しでも生まれ変わったあるいは生まれ変わったように見せるためには一つの方法としては比例調複を戦をやめるとかっていうところはあってもいいんだけどそこも押し切られちゃうと。 じゃあ石破さんやっぱりダメなんじゃないのっていう話にやっぱりなっちゃいますよね、うんうん、石破さんがその裸短期みたいになって、うん、こ,れこれやるからみたいな裸短期なんかなったらもうリーチかけられたらおしまいだよ、うん、そんなことしたらせ<ー>せ民営監督みたいの小泉さん小泉パパみたいになる可能性はじゃあ先輩的には低いと思ういやもうだからこうなってくると まさに大竹さんおっしゃる通りで比例重複まで認めちゃうってことになっちゃうとわからないですよこの後もしかすれば幹部はもう少し厳しく処分するとかいろんな方法出てくるのかもしれないけどこのまま行ったら石破さん何だったのとこれまで言ったこと何だったんですかっていうふうになっちゃいますよね。そううなこるるじゃんすとすぐ選挙じゃない俺みたいに入ってたのにさこうかって言ってさこう。 今まで今、自民党の支持率が51%とか46%とかそんな高くないけど、まあ、一応、ご衆議院相場で上がってるわけじゃん。で、これ、選挙になったら、まあ、なんかどう考えても自民党負けそうじゃん。どこまで負けるか分かんないけどだってやるって言ったから総理になったわけじゃん。うん、で、その意見が交代したら当然なんかこ、今度の選挙にも影響するわけじゃん。 負けそうなんだっけ、負けそう、まあ、ひは、ちょっとはね、うんうん、減ったりすると思うけど。でも、これに対抗する野党が、太田さん。はい、そういう事情じゃないんだよね。これ。そうですね。東京新聞の記事です、うんえー。裏金議員阻止へ候補一本化なるか、うん、野党間の選挙区調整難航。時間ないのにとあります。はいうん、ええー、二十七日投開票の衆院選に向け、立憲民主党の野田佳彦代表は三日。野党各党の党首らと相次いで会談し。 自民党派閥の裏金事件で不記載のあった裏金議員の選挙区で野党候補を一本化するよう呼びかけた小選挙区で野党候補が競合して共倒れになれば自民を利することになりかねない15日の公示まで時間が限られる中裏金議員の当選阻止に向けて一騎打ちの構図をどれだけ作れるかということなんですけれども、うん、野田さんは玉木さんと会談したんですけれども、うん、両党はもともと原発政策などで隔たりがあって本格的な選挙区調整は無理と。 玉木さんは断言して温度差が露呈したと、うん、それから40以上ある裏金議員の選挙区の多くで野党候補が競合しています、うん、萩生田光一元政調会長の東京24区は立憲民主党、維新、国民が乱立、うんうん、福井2区は高木剛元国対委員長に立憲民主党と共産がぶつかるということで、うんうん、え野党の一本化なななかなか進まいいととうことですね、はいまあ、野党はね、うん、まあそれぞれ思想があって 党がね分かれてるわけだ。うん、分かれてるんだけど、うん、だけど選挙勝たなきゃ意味ないでしょ。全くそれは道理ですよ。それだったらっ例えばここのね、うん、その羽生田さんのところに、うん、羽生田さん、例例はたくさんあるんだけど、うん、例の一つは立憲と維新と国民がこう候補出すと、三、うんうん、人で共食いするよね当然。うんうん、ここ一本化しとけばさ。 まだこう対羽生田さんとうん、うん、ねどうなるかわからないっていう感じもするんだけど、あのこれは一本化できないと。これね、うん、だから石破内閣の支持率、うん、今日まあ各社の世論調査が出始めてて、うん、今日は毎日新聞が出てるんですけど、うん、支持率46％。確かに大竹さんおっしゃるように。 一定程度のご衆議が載ってるのは載ってるんだけど、うん、でもこの政権発足直後の支持率とし,、うん、としては決して高くないさらに興味深いのは毎日新聞の世論調査だと、うん、その次の衆議院の小選挙区でどこに投票しますかって聞いたら、うんうん、与党って言った人が25%、はい、それから野党って言った人が26%、うん、でまだ決めてないが48なんですけれど、はい、これを見ると。 そのやっぱり今の与党じゃなくてて、ね、もっと緊張感がある、うん、あるいは場合によっては政権交代してもいいんじゃないのって思っている人が、うん、い一定程度というか今は、うん、もうほぼ拮抗してるわけですよね。そうなってくると、うん、野党がきちんとまとまってくれれば、うん、少し状況は変わるのかもしれないのにままとまれない野党、うん、それは全部を重ねろって言ってるわけじゃないんだから、うん、それ党にはそれぞれ、ね、あるから。 だけどここは一つさ協力しましょうよってなんなくちゃ対抗できないじゃんその計算さでも頭のいい方たちなんだからまあここは譲り合ったりこの党はうちで行きますよって言ったりいろんなことすりゃいいだけでそれはね共産党と全部が一緒になるわけないってそんなことは俺たちだって分かってるわけだよね。だけども ここは一つっていうのが共通してまあそれでその後のこと考えればねいいんじゃないかなと。でこのままいったらね、まあ、与党がいるところにまあなんか野党が。 3人ぐらい立候補したらさ、それはもう食いつくわれてんなのも当たり前の話じゃない、せめて、そのなんていうの、俗に言われている裏金議員のっていうね、俗に言うだよ、そこんとこだけでも共闘しましょうって、なぜ話にならないのだからこれだと結果的に、石破さんも期待したけど、がっかりだよねと、でも野党もどうしようもないよねっていう、ずるずると同じようなパターンが繰り返されて。 新聞に時間ないのにって書かれてるんですよ、うん。<laughs> 太田さん、あとなんと何やると思ったんであとは横田めぐみさんがあすで60歳なので、横田早紀江さんの記者会見が行われたという記事、それから能登豪雨が断水が続いていて、なお1869個断水して、復旧は長期化しそうだという記事、それから東京新聞の社説で、イーロン・マスク氏の X に関して、言論の自由を脅かす無法ぶりだという、そういう社説、これを取り上げていきましょう。